こんばんは。ブレイントレーナーの尾藤ひかるです。本日はヒーリングライフスタイルのセミナー、私、あなたの姿勢チェックしてみませんかに参加いただきまして、誠にありがとうございます。先月は背骨編ということで第1回目やらさせていただきました。本日はお腹編ということで2回目させていただきます。少しお話しさせていただいた後、後半体を動かしていきたいと思います。30分間よろしくお願いいたします。あなたの姿勢いかがでしょうか？人の第一印象というのは姿勢に左右される面が結構大きいです。ですので、姿勢はできれば、正したいと思いますよね。で、姿勢が悪いというと猫背をイメージする方多いかと思いますけれども、猫背というのはいろんな種類があるというのはご存知でしたでしょうか。前回お話しさせていただいたのがこの4つの中で首猫背になります。ここの部分、首とか肩、肩甲骨、その部分が硬くなってっていうことで、首肩周り動かして、進めさせていただきました。で、その他に背中が曲がった背中猫背、あと腰の部分が丸まった腰猫背、そしてお腹が突き出て腰が反った状態、お腹猫背っていうのがあるんですけども、本日はこのお腹猫背、反り腰について、お話しさせていただきたいと思います。反り腰というのは、現代人では8割ぐらいの方、反り腰だということです。で、特に女性の方多いというふうに、お聞きしてます。で、反り腰とはじゃあどういった状態かと言いますと、右側の図の話なんですけれども、背骨というのが S 字型になってます。人間の体いろいろ動くにあたって衝撃とかがいかないように S 字になっているんですけども、この腰の部分、腰椎の部分が前腕がひどくなってしまった状態、それが反り腰です。で、その腰椎と反ることによって骨盤が前に出てしまう。骨盤が前に出てお尻が突き出た姿勢、それが反り腰です。で、どうして反り腰になるかというと、こう骨、姿勢を正すためにいろんな筋肉が影響してます。背中の脊柱起立筋とかお腹の腹筋、腸腰筋、お腹の中の筋肉、インナーマッスルです。そしてお尻の筋肉とか、太ももの前の大腿四頭筋、膝から下の前傾骨筋、下腿三頭筋、いろいろありますけども、この中でも大きな影響を及ぼしているのが腸腰筋です。腸腰筋、背骨と、股関節、骨盤をつないでいる筋肉です。で、この骨盤の影響で、姿勢が崩れることが多い。で、腰部と腹部、お腹の筋肉と背中の筋肉のバランスが崩れることによって、反り腰が起こってきます。そしてまた、太ももの前の、ここで言うと3番目、太ももの前の筋肉の収縮っていうのも大きな影響を及ぼします。で、大腿四頭筋という筋肉なんですけれども、その部分の筋肉が収縮して、で、お腹の筋肉、お尻の筋肉が弱まってしまうと、バランスが崩れて、で、反り腰。いろいろ筋肉の影響を及ぼしていきます。で、どうしてそういった筋肉の状態になってしまうかっていうのを挙げさせていただきました。
で、この姿勢についてのアンバランスっていうのは反り腰も猫背も共通した部分が大きいです。で、1番2番運動不足、長時間のデスクワーク、これは本当両方に共通してますね。で、運動不足ですと、姿勢を正そうとする筋肉がない、筋力がなくって崩れてしまう。あと長時間のデスクワークですと、スマホとかパソコンを見るために前にこう重心がいってしまう。人間の頭っていうのは体重の 10% ぐらいあるっていうことで、その重い頭を支えるのに前かがみになるとその重さが何倍にもなってかかってくるんですね。ですので、前かがみになればなるほど体のバランスが悪くなってきます。そして3番目で歩き方って挙げてますけども、あのペタペタペタって歩く方たまにいらっしゃるかと思うんですけども、そういった歩き方してるとお尻の筋肉があんまり使われてないんですね。で、太ももの前の筋肉がこう張ってしまう。それも反り腰の原因になってきます。で、4番目の体型の変化ですと、肥満の方、あと妊婦さん、お腹が大きいんで重心が前に行きやすい。あと高いヒールを履いた女性の方も前に行きやすいですね。で、女性に、反り腰の方多いっていうことも聞くんですけども、その他にも女性に多いのは骨格的な問題も男性と違う、骨盤の状態が違うっていうこともある、だから女性の方が多いっていうお話も耳にしました。そして、反り腰になると、どういった症状があるのかというのをこちらの方に挙げさせていただいてます。で、一番、よく聞くのが腰痛、腰の痛みですね。で、腰の骨っていうのは、筋肉で支えてます。それなのに、筋肉の方に姿勢が悪いために血液の循環が悪くなって、で損傷部分も修復ができない状態、そうするとどんどん腰の痛みもひどくなっていく。あと肩こり、首の痛み、お尻の痛みが出てくる方もいらっしゃいます。そして、脊柱管狭窄症の方、私の周りには結構いらっしゃるんですけども、それも、背中の部分の、神経の通りが悪くなってしまう、歪みによって悪くなってしまう、だから、痺れとか長時間の歩行とかに障害が出てくる。あと骨盤が前傾するために、座骨神経も、障害になって、座骨神経痛というのが、体の痛みとしては出てきます。下側の図の方なんですけども、順番にいくと1番目大腿四頭筋が縮みます。そうすると骨盤が前に前傾しやすいんですね。そうすると腰の返りが大きくなって腰に負担がかかる。こういった形でいろんな痛みが出てきます。その他に、骨格が歪み、骨格が歪んでるから首が前に出て首猫背とか、内股になったり O脚になったり扁平足になったり外反母趾になったりとか、そういうのも影響してきたりもします。で、3番目にポッコリお腹と挙げさせていただいてます。ポッコリお腹の方、お腹の筋肉が弱いんですね。で、そのためにお腹も出るし、骨盤が前傾することによって内臓が下がる、それによるポッコリもあります。で、アヒル歩きっていうのはお尻を左右にクックップってこう振りながら歩く方で、この方も、大腿四頭筋の筋力が低下してて、お尻の筋肉が弱い。で、股関節がうまく動かない。だから、股関節でこう歩くんだけど、それが動かないもんで、腰を振って足を前に出すしかない。っていう状態です。
あと骨盤の前傾によって子宮が落ちて、で子宮脱がひどくなるとっていうこともあるようです。また、膀胱が圧迫されて尿漏れとか、自律神経の影響を挙げさせていただいてますけども、睡眠不足とかストレスとかっていうのが自律神経の影響も結構大きいですけれども、原因が何だろうっていうと、反り腰になったために神経が圧迫されてるからっていうケースもあるようです。そして、どうやって改善していくか、これが一番こう気になる部分だと思うんですけども、要は硬い筋肉をストレッチしてあげて、弱ってる筋肉を鍛えてあげる。当たり前なんですけども、それを実際にやっていきたいと思います。で、この今、円を表してますけど、この黄色い字の部分、腸腰筋、さっき大事だよって言ったお腹の中のインナーマッスルです。と、太ももの前の大腿四頭筋、あと背中の筋肉が固まってる状態が和らげたいっていうのが反り腰改善のまず一つです。そして弱くなってる筋肉っていうのが腹筋、お尻の筋肉、あとお尻の下、太ももの後ろ、ハムストリングス、ここの部分をちょっと強化していきたいと思います。実際に体を動かしていきたいと思いますけれども、皆さん横になるスペースおありでしょうか。横になってちょっと、チェックしていきたいと思いますね。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。